りましたね。あ、だったらいいか。これね、今日はちょっとね、電池を入れて、プレイしてみました。本来ならね、AC アダプターをね、ここに繋げなきゃいけないんですけどね。USB なんですよ、ここね。穴がね、USB になってましてね。ちょっと見えないかも。見えづらいですね。ちょっと暗いですね。うん、USB なんですけども、USB を挿すとですね、なぜかちょっとわかんないですけどね、不具合が起きて、プレイできないゲームがあるっていう話をね、聞いたもんですから、だから今日はね、電池でちょっとやってみようということで、電池だったらね、プレイできなかったゲームがプレイできたりするみたいなんで、ちょっとそれ試してみたいと思います。まずこのマリオストーリーね、これスーパーマリオなんですけど、あ、ほんまや !6 の1から。これね、あら、ブレるなぁ。これね、メンセレバージョンっていうかね、まあ言ってた。6の1からできるってなんかちょっと斬新ですけど。あ、死んだ。でもあれやなぁ。このブレは直らないのがきついね、これね。これはちょっとやりづらいなぁ。治んないのか、このブレは。じゃ、とりあえずね、マリオストーリーが6ワールドか。じゃ、これはの、どこ?これ、7、8ってことかな、じゃあ。あ、8の1や。これ8ワールド。8の1からできると。なるほどね。なるほど。昨日ね、やったときは、昨日じゃないか、一昨日やったかな。やった時はね、スーパーマリオをね、プレイできなかったんですよね。じゃあ、これが7ワールドってことかな。ああ、7ワールドや。でも、このブレがちょっとね、あれ?あ、いいな、7ワールドやな、これ。メンセレができるっていうか、そのワールドの最初からできるんですよね。各ワールドのね。なるほどね。よくできてるわ。っていうことは、これが、ハッピーが多分5ワールドで、これが4ワールドってことかな。んで、3ワールド、2ワールド、1ワールドがないのか。ないっぽいね。あ、ちょっと待って。あ、戻ってるのか。あ、いいのか。これが6やったから、これが5か。これが5ってことですね、多分。あれ3か、これ。あ、3なんや。これ3ワールド。そうなんや。なるほどね。いや、メンセレバージョンのマリオが入ってるって話は聞いてたんですけど、本当に入ってましたね。ヒーローが3ワールドか。んで、このハッピーが 2?2 かな?あ、これ2なんや。あれ、5ワールドないね。5ワールドか始まるやつがね。なぜか。これ2ワールドですね。2ワールドね。なるほどね。で、高橋名人の冒険島のメンセレバージョンも入ってるっていう話聞いてたんですけど、それも探さなきゃいけないですね。じゃあね。ちょっと待ってよ。これが、じゃあこれが1か、ジャイアントが。あ、これが1の1なんや。なるほどね。つうことは、5ワールドなかったね。5ワールドだけなかったよね、なぜかね。うん。あ、ちょっと待ってよ。これが8で、これが7で、これが6で、これが3だったですよね。んで、これが2で、これが1だから、5ワールドだけないんですね、なぜかね。どういうことなんでしょうね。ちょっととりあえずね、なんかね、何やったかな?なんか気になるやつあったんですけどね。あ、これか、ヘルファイヤーや。これ、ファミコン版のヘルファイヤーなんてあるんですね。これね。ヘルファイヤーって言ったらアーケードゲームのね、メガドライブ版とかありますけど、あれ?
え？なにこれ？いきなり違うメインや、これ。これいきなりもう後半の方のステージじゃないですか。高橋名人の。最初からこの面からやるってすごいね。いきなりこの面から。これめっちゃむずいとこちゃうな。どこの面なんやの、これ。やばいやばい、滑る滑る。これめっちゃむずいとこちゃうの。これ4の4か、7の4か、その辺です。多分4の4かな。いきなりこっから始まるってすごいね。タイトル画面もヘルファイヤーって出てるだけだったけど。これヘルファイヤーなの？このゲームが。あ、しまった。うお、7の1やったん？そりゃむずいわ。やばいやばい。あぶね。7の1やったんや。いきなりこっからかいよ、これ。しかもこれ、衣装のないから厳しいやん、これ。これ、ダッシュでいけんのかな？あ、いけた。お、怖っ。怖っ。これどうすんの、これ。これどうすんの、どうやっていくの、これ。落ちてくるやろ、これ。あ、いけた。いけたよ。なんとかいけた。一生抜かないからな、これ。あ、あ、そうか。今立ったんやったっけ。しかもこれ時間もあるから、時間も気にしなきゃいけないしね、ある程度。7の1やったん、これ。それはむずいに決まってるわ。7の1はね、行ったことないですもん、僕。ここまで行ったこと、進んだことないですもんね。今まで。6の4が最高かな、僕、今のところね。うん。お、やばいやばい！あ。ここは焦らん方がよかったね。でも3まで行きましたね。うん。後半、だいぶ後半まで進みました。でも最後の残機やからな。これ、コンティニューできないんちゃうのかな？だって、あれやもんね。8助取ってないから。おお、いけた！いけた、いけた！あー、ジャンプ台が、跳ねなかったぞ、今。やっぱ7の1からってことか。なるほどね。アドベンチャーって何やろ。あ、これも高橋名人ちゃうの。多分ね、どっかの面からできるやつでしょうね。エリア6。すごいな、これ。あら。その、いろんなワールドからプレイできるんですね。高橋名人がね。うわ、マジか。いきなりそれかい、おい。6ワールドからできるんですね。まあ基本的にここからできるっていうのはいいけど、もう、あ、そうか、分かってて取っちゃってるな、俺な。なるほどね。これ絶対取ってまうやん。しかもこれね、衣装のがないからきついんですよね。大体わかりました、はい。6の1か。とりあえず7の1と6の1を見つけました。これは多分ね、違うと思うんですよ。これ、それぞれの1、2、3、4なんですよね。そうそう。じゃあ、どっかにまだね、他のワールドが隠れてんでしょうね、この中に。一
1エリア、2エリア、3エリア、4エリアって感じで、どっかに、高橋明治の冒険島の他の面がまだこれどっかに隠れてるんだと思いますね。あ、これか、シーアドベンチャー。これはどこのエリアだ。二の市か。まあ、二の市は優しいですよ、まだ。うん。まあ、やってみましょうか、じゃあ。一応、最後まで。ゲームオーバーなるまでね。二の市、どこまで行けるか。二の市とか、二ワールドね。これね、八助を取ってない状態やから、あれやな。なんていうのかな。コンティニューはできないんですよね。うん。八助取ってたら、その場でね、コンティニューができるんですよ、基本的に。その、やられたステージからコンティニューができるんですけど、取ってない場合はね、できないんですよ、コンティニューはね。怖っ。基本的にね、最初の方の面って、ちょっとこういう感じで勢いでいけんですよね。ある程度は。うん。後半になってくるとこれが通用しなくなりますけど。よし、クリア。これで、二の市は、まあ、まだね、二の市なら、まあ、なんとかなるんですよね。うん。それにしても、さっきやった時の七の市ね、惜しいとこまで行きましたね。うん。怖いんですよね、これね。あんまりね、これ焦って進むとやられるんですよ。あー、くそ。めっちゃ撃ってきやがったな。やたら撃ってきよったな、あいつ。高橋名人の冒険島のね、別の面が隠れてるとは思わなかった。うわ、めちゃ追ってきよんな、こいつ。これ多分難易度上がってるバージョンやね、これ。いつもこんな追ってこなかったと思いますよ。こんな序盤の面で。多分これ難易度上がってる方やね。そんな気がする。こんな追ってこないよな、頂上バージョンは。うわ、これはむずいわ。これ多分改造バージョンの二の一って感じがするね。難易度上がってるよ、完全にあれ。はい。シーアドベンチャーが二ワールドでしたね。ハッピーアドベンチャー。これはどこでしょうね。ハッピーやから簡単かもしれんね。あ、三の一か。まあまあ、序盤の方ですよ、それでもね。三の一やから。すごいな、ワールドごとにプレイできるんですね、高橋明治の冒険島がね。それはそれで斬新でいいですね。うん。だから、八ワールドってから、最後のね、八ワールドもプレイできるとか、やつがあるってことでしょうね、どっかにね。今んとこ2と3と6と7を見つけましたね。2と3と6と7ワールドね。他にもまだあるんだと思いますね。前ね、他のファミコン互換機でね、スーパーマリオのね、メンセレクトバージョンがあったんですよね。うん。それと同じような感じ。あ、そうか。これ下に行くやつか。スーパーマリオのワールド選択ができるやつもあったんですよ。前ね、一回やりましたけど。あ、これ、今落ちるかと思った。
落としちゃうかと思った。これね、下に折れるやつやから、落ち着いていかなきゃいけないですね。でも3ぐらいから難易度上がってくるんですよね、高橋名人シリーズって。これ、シリーズとかこの1っていうね。3ぐらいからなんか、パンワールドぐらいからちょっとむずくなってくるんだ。そう、これね、ありましたね。これも結構難しいですから。やばい！Dダッシュがちょっとね、回転が難しい。あ、しまった！ちょっと早かったな。ゲームオーバー。まあね、なんかね、普通より難易度上がってるような気がするな、なんかな。まだデジタルテレビでやってるっていうのもありますね。アナログテレビでやった方がいい、ファミコンってね、難易度が低いってことはないけど、やりやすいんですよね。そういうのもあるんですよ。これか。フォレストアドベンチャー。これはどこだ？ 4 の1か。4の1。お、珍しく売ってこない。一層の持ってない状態だね、いきなりね。ここ、これで死ぬのかな。まさか高橋名人の冒険島をこんなにやることになると思わなかったな。これ取らん方がいいな。宇宙になるからね、あれ取ったらね。お、危ねえ。危なかった、今。これ1面の、1の面というか、1の1の改造ですね、この面ね。改造というか、1の1のまま言うたら、難しくなったバージョンの面ですね。ここはボーナスステージあるのかな。待ってたら1の1だったら出るんですけど、出ないな。出ないってことか。おっと、そうか、ここで2つか。2つ来るか。そこがやっぱもちろん1の1とは違いますよね。まだここで石斧が取れるだけでもまだね、ありがたいですよね。もう先の方になってくるともう死んでしまうと石斧が取れなくなる面とかありますからね。しばらく取れなくなってね、敵避けるだけに専念しなきゃいけないような面とかありますから。珍しくあんまり打ってこないね、この面のコブラ。ここ大、やばい。やばい。うわー、くそ。やっぱむずくなってるね。めちゃくちゃ超ビリ出しちゃうもんな、あれ。超ギリギリやもんな。危ね、怖いな。ここ8助ないよな。ないよな。コンティニューができる8助がね、1の1やったら取れるんですけど、さすがにないですね。はい。4の2ですね。ああ、そうそう、これですよ。山のステージ。そう。4の、そうそう、4の2は山のステージやった、そういえば。ここでもそこまでむずくなかった気がするんですけどね。やばいやばい。最後の残機やからな、いろいろ注意していかなきゃね。
あんまりゆっくりもいけないんですよね、この面確か。あっと、これは、お、ファイヤーや。これどっかの面でね、ナスビ出てこなかったっけ、どっかで。どっかでナスビ出てくるとこあった気がするから気をつけなきゃいかんかったと思うんですよ。もうファイヤーはだいぶ楽ですね。あの、岩が壊せるんで。やばいな、やっぱり時間がなくなってきた。時間なくなってきた、おや。やばい。フルーツ出ないんですよ、この面。あーい終わった。あんまゆっくりいけないんですよ。はい。じゃあ他の面探していきましょう。高橋名人の冒険島探しになっちゃってるな。ハッピーが3で、あれ？これだけ？じゃあ他ないんやね。これがあれやったもんな。高橋名人の冒険島。ちょっと待って、このサーカスマリオ、あ、そう、サーカスマリオってあれか。サーカスチャーリーの改造版なんですよね。そうか、ないね。これだけか。だから、2と3と6と7。2と3と4と6と7しかないんですね。まあ、あと1とね。1は普通にあの、なんていうのかな。普通にゲーム名で探せば1エリア。これは1で、これは1でプレイできますからね。あれ？これある？いきなりタイトル画面なしでアドベンチャーで。やっぱそうね。1の1やね、これはね。これは1の1なんですよ。1と2と3と4と6と7がプレイできるんですね。だから5と4がない。あ、じゃあ、5がないのか。1と2と3と4と6と7。だから5と8がないんですね。なぜかね。うん。これ 2はだから2でいいもんね、これ。これ2やもんな。これ高橋の冒険島2なんですよね、これ。うん。うん、これは2なんですよ。うん。で、これ3ですよね、普通に。これ3ですね。うん。で、これは4ですもんね。レアなんですけど、4ってレアなんですけどね。これ4ですね。うん。8エリアやりたかったな、最終面。やったことないが。ないですね。なかったですね。それは残念でした。タイニートンアドベンチャーとは違うよな。これは普通にあれですよね。タイニートンアドベンチャーですもんね。うん、そうですね。これは違いますよね。それとも他のシューティングとかこの辺にも混ざってるから、ことがあるのかな。それはないやろうね。他のタイトルにも混ざってるってこともありえますよね。もしかしたらね。アドベンチャーじゃないタイトルで入ってるって可能性もありますよ、どっかにね。でもそれ探すのが大変ですね。でもなんでヘルファイヤーであったんでしょうね。あ、スーパーアドベンチャーもある。これやったっけ？あ、これやったな、やったわ。うん。これ違う面、うん、2か3か忘れたけど、どっかやってね。これ確か2やったと思うねんけどな。あ、6か。6やね。はいはい。まあいいや。